狩博物誌131、バンコク工房史と明治の本、広報石狩20145月号掲載、文石狩砂丘の風資料館、工藤智恵学芸員。今石狩砂丘の風資料館にいる私の手元に、松村解析著バンコク工房史があります。この本は明治35、1902年に東京の京成社書店から出版された本の第5版、明治37年間です。内容はヨーロッパの古代から中世にかけての国家の工房を解説したもので、項目ごとに質問が設定されています。ちょうど現代の参考書のようで、読んだ内容を確認できるようになっているわけです。著者の松村解析は明治時代の宗教家、教育者でしたから、単なる歴史書ではなく、読者が自習できるよう配慮したのでしょう。この本を紹介したのは、扉に北海道浜増郡公立浜増尋常高等小学校の印が押されているからです。浜増尋常高等小学校は明治34年に開校しました。開校当時の義務教育は尋常小学校4年までで、尋常高等小学校は義務ではありませんでしたが、やはり教育は重要だということで、浜増尋常小学校の校舎新築に合わせて設置され、昭和22、1947年に現在の学校制度が始まるまで存続しました。この本は今は亡き浜増尋常高等小学校の蔵書として貴重なものなのです。さて、この本は私の手元を離れ、市民図書館で保管されることになりました。実は市民図書館では、新刊書だけでなく、明治時代や大正時代の本が一般の本と同じすぐ手に取れる棚に置かれているのです。例えば百科事典コーナーには、明治時代の百科事典ともいえる公文庫、大正5年全20冊があります。辞典コーナーには明治時代の代表的な国語辞典、言海を増補した大言海、昭和7年全5巻が並んでいます。明治は日本語が大きく変わった時代なので、明治の言葉は古語でもなく現代語とも違います。明治の言葉を理解するには、明治の辞書が必要です。これらは大学図書館でもなかなか持っていないような本です。図書館を森に例えることがありますが、本の森の中から明治や大正時代の本を探してみるのも面白いかもしれません。